はい皆さんこんにちは今日はとってもブリューが便利になるツールをご紹介しますブリューるチャット GPT の g p t 図僕が開発したブリューのシナリオデザインアシスタントこのツールをご紹介しますこれはブリューでの動画作成を便利にするスーパーなツールですブリューの目玉機能といえば テキストから動画を生成という機能が大ブレイクしています。とっても便利ですよね。誰もが簡単にナレーションもブリューが考えてくれて楽に動画が作れます。ただしシナリオやナレーションがあまり自分のセンスに合わないという方は、もうすでにチャット GPT を使ったりして、そのナレーションテキストを チャット GPT だけじゃなくってでも他の AI などを使って考えている人も多いんではないかなと思います。そこでもう少しステップアップをしたいというような方のために簡単にシナリオやナレーションが書けてブリューで思うような画像などがなかった時にちょっとその画像を補助するようなカットを この g p t 図でもいくつか準備をするというようなそんな画期的なスーパーツールです。ぜひ皆さんに使っていただきたいなというふうに考えています。今日はお披露目としてこの新しい g p t 図をご紹介したいと思います。では実践をやっていきましょう。まあとにかく画面下の方にブリューのテキストから動画作成を 手伝っててとといいううことでここで、でを押せばスタートできるようにしししまます。承知しました。動画プロジェクトについての詳細を教えてくださいということで3項目の質問が出てきますのでなるべくこれに沿ったような形で回答をしてくださいでは動画のタイトルをどんなふうにしましょうかそれでは今話題になっていていいにも悪いにも 少し気になる大阪万博。これをテーマにしたいと思います。 はいタイトルは大阪万博がもうすぐ始まるということで大阪万博が始まることは期待にあふれるが建設の費用の問題などで日本中が賛否両論湧き上がっています万博を開催するにあたっての問題点なども含めてでも成功してほしい関西の経済効果など多角的な観点から万博を紹介する動画 ナレーションは1000文字程度でというふうに入力してみましたじゃあ聞いてみましょう了解しました以下の情報に基づいてシナリオを考えますシナリオの構成案をまず立ててくれます6項目にわたって考えてくれましたこんな感じです1イントロダクションとタイトル表示は大阪万博がもう始まるということですそして中身はこのような詳細になっているんですが これで皆さんが見てなんか自分のイメージと違うなと思ったら2の万博の期待と興奮というのをこんな風に変えてくださいというような形で進めてください。そうしましてまずこのシナリオが一応 OK だということを前提として進めますすると次にはナレーションを考えてくれます シナリオ案が承認されたことを確認しました。次にこのシナリオに基づいてナレーションを考案します。ナレーションは約1000文字程度で全体のプロジェクトにマッチする言葉遣いを選んで作成します。日本語50文字程度で開業し読みやすい形で提供しますと書いてくれてますね。期待ですね。嬉しいですね。はい、ちょっと待ってみましょう。 はい、このように構成立ててくれましたこれも一応今回は OK とします次にナレーションに合わせた画像を生成しますということで画像生成をやっていきますはい作ってくださいはい、6個のセクションがあるのでそれに合わせたような画像を作りますとこれは今の ChatGPT の 全体的な制限とかを考えた時に一気に100枚作るとかいうことは事実上できませんですからこの画像というのはブリューの方でも一応画像というのが作られますけれどもそれでは物足りない時そういうような時に補助としてそして「あこれはまずいな」とか思うような画像の時に便利にできるように開発していますただし ちょっと僕のインストラクションが間違っていまして本当なら16対9で出してほしかったんですが今はちょうど開発中ですので正方形の形で出てきましたもう一度本来なら16対9で出すということでこのソフトを改良しますが今回はちょっとプロンプトでもう一度やり直してもらいましょうありがとう。 十六対九の指定を忘れました。申し訳ないが、六枚の画像を十六対九の横長でやり直して、という風にしました。はい、もう一度、六枚作ってくれています。このようにすれば、さらに多くの画像も作れます。応用としまして、六枚が出てきたら、もう少し画像を作って、とかいうことで、作ってもらってもいいわけです。 まあ、こんなふうなちょっと失敗もありながら僕は毎日毎日 GPT 図を作っています万博っぽい絵が出てきましたねはい作ってくれましたそうしましてここにダウンロードができるように圧縮をしてくれてありますこれをクリックしますそうしますとどこに保存しますかということで今回は 大阪エキスポという風になってくれていますのでダウンロードホルダーに保存をしましょうはい、できましたじゃあこれを開いてみますこれを解凍しますすべて展開はい、このようにすると1、2、3、4、5、6とちゃんと番号付きで出てくるようにしていますのでちょっと長いファイル名ですけれどもこんな形でなっています ちょっと大きくして見てみましょう。6枚作ってくれましたね。これをブリューで使っていけばいいわけです。では、これでブリューの方に移っていきたいと思います。これがブリューの画面ですが、新しくプロジェクトを作ります。新規で作成、そしてテキストから動画を作成、これをしまして、YouTube の16対9、これでやります。 はい。ここで、スタイルなしで始めるというので、今回はやります。次へ。そうしまして、先ほど GPT で作った情報をこちらの方にコピーして貼り付けます。まず、今選択してますように、ナレーションをコピーしまして、そして貼り付けをします。台本のところに貼り付けます。そして、テーマなんですけれども、 ここはあまり意味がないんですが一応ですね大阪万博がもうすぐ始まるこれをここに貼っておきますそうしまして AI の音声を使うか使わないか一応使いますナレーションを読み上げてもらいますちょっと音を聞いてみます大阪万博がもうすぐ始まるイントロダクションいよいよその時が近づいてきました大阪万博の開幕ですこの歴史的なイベントに ちょっと早口すぎるかなというふうに思いましたので、速さを変えたりします。はい、速度をちょっと落としましょう。音量はちょうど良かったと思いますので、これで確認を押します。そうしまして、次は画像、ビデオというやつです。これはもちろん入れますが、タッチですね。これをどんなふうな感じにするか、 先ほどチャット GPT に作ってもらった画像。この雰囲気をある程度確認しながらよく似たイメージのものを使うとマッチングがいいのではないかなと思われます。まあ今回はこのイラストということにしておきますが皆さんはじっくり考えてそしてこれをチョイスしてください。そして BGM を使うか使わないか一応 BGM 入りでやりたいと思います。 音を聞いてみます。いい感じですね。もし変えるんだったら変更からこう選んでいくと押すたびにいろんな音楽が出てきますので、これをやってみてください。それではこれで完了というのをやりたいと思います。作成した台本で動画を作りますか？はい。 今日ははブリューのの解説ではないですので、ないすこの辺のところは早送りをさせていただいたりしておきますはいじゃあここでチェックをしていきますけれども少し文字が大きいと思いますのでこの文字を変えたいと思いますどのクリップも選択していない状態で「書式」というのを選びますと「基本書式」とい というふうになりますので、ここでサイズを変えます。色を変えたいような時は、中の色を濃くして、そして白ブチというのもできます。ちょっとやってみましょう。中の色を例えば青にして、そして縁の色を白にする。こういうようなやり方もできます。そしてこのようなタイトルが出てきて、イントロダクションとかいうふうに、 言いますがこれがいらないときはこのクリップを消してください消すのをやってみましょうこれを選択しておいて Delete キーを押すと消すことができますこのようにイントロとかエンディングとかそういう言葉がいらないときはデリートをするだけでいいですそして見ていきましょうこのように大阪万博開幕ですのですだけが離れたクリップになっていますこういうときは 2つを選択してクリップを結合してください。ショートカットキーはコントロール e です。このように結合ができます。今、長い文章がないかなと思って探しています。はい、このようにですね。長すぎて変なところで改行してしまっているような時は、この字幕を分けたらいいと思います。プロジェクトはの和のところで分けましょう。はい。 まあ2行までぐらいに収まる方がいいと思いますこのようにしてチェックをしていきます今日は全部はやりませんこれで一度聞いてみましょう大阪万博がもうすぐ始まるいよいよその時が近づいてきました大阪万博の開幕ですこの歴史的なイベントに向けて大阪は新たな姿を見せています万博の期待と興奮万博はもっとも はい。今のこのシーンですね。万博は最もというところがあまりこの絵というのが良くないので、その時に作ったこれを使いたいと思います。そんな時はファイルエクスプローラーからこの絵のところへ持ってくるんではなくって、このクリップのところに持ってきます。するとこのように貼り付きます。もちろんこれを先に 消しておいてもいいですこれを選択しましてデリートそしてこちらですねこれで画面いっぱいになるようにこの拡大ボタンを押しましょうこのようにクリップの差し替えをすればいいわけですちょっと続きを聞いてみましょう世界中から訪れる人々が革新的なアイデアや脅威の技術に触れることになります関西の伝統とはい ここなんかとってもおかしかったですね触れることになりますこれが変なところで変わっていますのでこれをつなぎますそういう時は2つを結合コントロール E はいこのようにして文脈がおかしくないようにしますその代わりここは長くなりましたのでちょうどいいところで開業をしますまず聞いてみましょう聞くときはこのように 聴きたいところの上の部分に持って行ってファンクションキーの5番を押すと続いて再生ができますファンクションキーの4番を押せばこのクリップだけが再生できますじゃあ5番を押します世界中から訪れる人々が革新的なアイデアや脅威の技術に触れることになります関西の伝統と文化もこの第はい 今触れることもなりますというのが触れることになりますというようなちょっとおかしなニュアンスになりましたこういうういいい時はどんな風にすればいいんでしょうか。この時はこの鉛筆マークこれを押しましてこれで今1つになってますよねこの時にこの丸いエンターボタンみたいなものを押せばもう一度やり直してくれますはい聞いてみましょう ファンクションキーの今度は4番だけで世界中から訪れる人々が革新的なアイデアや脅威の技術に触れることになりますはい、ちゃんと直りましたねこのような形で修正をしてくださいそしてこれで仮に動画が出来上がったとしましたらファイルメニューから動画をエキスポートこのようにすると動画を書き出すことができます どこに動画を保存しますかというふうに出ますので、今回はダウンロードホルダーに大阪万博、このような名前で保存をしましょう。はい、今動画をエクスポートしています。残り9分ぐらいに今なっています。ちょっとここは早送りをさせていただきます。はい、動画の書き出しが終わりました。 動画の書き出しで一つ注意すするポイントがありますそれはこの待ち時間がもったいないなと思って他の作業例えば SNS の投稿であったりとかワープロ作業であったりそういう別のアプリを立ち上げてしまうとですねその間ブリューのの書き出しといううが一旦止ままったように見えます実際はバックグラウンドで動いてくれてるんですけれどもメーターが進まないということがありますので。 そこはちょっと気をつけてくださいそしてフォルダーを開きますはい、このように大阪万博というファイルができています先頭の部分だけ皆さんと確認をしてみましょうもちろんまだ完璧に修正したわけではありませんのでご了承ください大阪万博がもうすぐ始まるいよいよその時が近づいてきました大阪万博の開幕ですこの歴史的なイベントに向けて 大阪は新たな姿を見せています。万博の期待と興奮。万博はもっとも新技術の展示の場であり、文化交流の舞台です。はい、こんな形になりました。今日僕が使っているメディアプレイヤーは VLC メディアプレイヤーと言います。無料ですけれども、僕の知っている Windows のソフトの中では一番いろんなファイル形式それに。 対応ししてていいいるととっても素晴らしいプレイヤーだと思います。皆さんも VLC メディアプレイヤーで検索をして無料ですからダウンロードをしてみることをおすすめしますこのようにブリューのテキストから動画を作成という機能を支援するために僕が考えましたブリューのシナリオデザインアシスタントこれをもう間もなく GPT ストアという 新しい取り組みが始まります。そこでとっても手頃な金額で提供できればというふうに思っています。ぜひ皆さんもご検討してみてください。今日は長い時間ご視聴ありがとうございました。またねー。